七クマ。はい、静かに。今年も俺が担任だから喜べよ。またオクラと一緒かよ。私はすぐ自習にしてくれるオクラ好きだよ。俺の名前はオクラ渡る、32歳。4月から3年生の担任をする高校教師だ。このクラスの生徒は2年からの持ち上がりで、気心の知れている奴らばかり。ちょっと仲良くなりすぎて、俺をへたれてモテないキャラだといじってくるけど、今日からこのクラスの副担任として赴任した先生を紹介するぞ。西野葵です。よろしくお願いします。葵先生って何歳ですか？彼氏いますか？29歳です。彼氏は…たく、その質問、社会に出たらセクハラだぞ。マジ？社会怖え。奥田先生、奥さん元気ですか？葵先生が可愛いからって浮気すんなよ。先生の奥さん激カワだもんね。おおい、やめろって。こいつらの言う奥さんってのは、春休み前に学校の敷地内で生徒が見つけた迷子の子猫のことだ。引き取り手のいなかった子猫を一人身で寂しい俺が飼うことにしたのだった。西野の前でかっこいい姿見せようと思ったのに、早速いじりやがって。というのも、副担任の西野は大学時代の後輩で、俺と同じ陸上部だった。奥田先輩、結婚してるんだ。西野、これからよろしくな。奥田先輩じゃない、奥田先生、こちらこそよろしくお願いします。もう帰り？一緒に帰らない？今日は寄るところがあるので、お先に失礼します。そうか。それからというもの、俺は西野を一緒に帰ろうと誘ったり、飲みに行こうと誘ったりしたが、ことごとく断られ続けた。もしかして俺が生徒にいじられまくってるせいで幻滅された？さてと、教室に寄ってから帰るか。あれ、誰かいる？葵先生の話聞きたい。ちょっと、私の失恋話はもう終わり？西野のやつ、生徒たちと馴染めるか不安がっていたけど、心配なさそうだな。で、先生の一番最近付き合った人ってどんな人？大学時代、1ヶ月だけ付き合った人が最後かな。え？ 1 ヶ月で別れちゃったの？うん、ずっと後悔してる。今でもその人のことが忘れられないんだ。そう、ずっと奥田先輩のことが忘れられなかった。当時まだ若かった私は、奥田先輩のことが大好きすぎて、素の自分でいられなくなることに耐えられず、1ヶ月で別れを切り出してしまった。向こうは付き合ってたことなんて忘れちゃってるかも。いつかまた気持ちを伝えたかったけど、もう遅かったみたい。学校は体育祭シーズンに突入した。中でも目玉競技なのが、学年対抗、教師たちの本気リレーだ。ある日の放課後、俺たち教師はリレーの練習をしていた。毎年毎年拷問だよな。ま、適当にやって終わらせましょうよ。じゃあ準備運動からしっかりやりましょう。奥田先輩、どんなことにも真剣に取り組んでいて、あの頃と変わらないな。やっぱりかっこいい。って相手は既婚者だ。しっかりしろ。私危ない。キャッ、すみません。大丈夫だから気にしないで。痛い。西野、大丈夫か？ちょっと血出てるじゃん。保健室行くぞ。はい。お姫様抱っこはやばいって。保健室の先生、もう帰っちゃったな。どれ、膝見せてみ。いや、自分でやります。いいから。先輩、優しいな。でも、こんなことして奥さんに怒られませんか？ん？何のこと？
先輩には可愛い奥さんがいるって生徒たちが。なあ、そうそう、これが俺の可愛い奥さん。え、猫？ったく、あいつらすぐ俺のことモテないとかヘタレだとかいじるんだよな。じゃあご結婚されてるわけじゃ。結婚どころか彼女すらいねえよ。悲しいこと言わせんな。よかった、まだ間に合うんだ。その日以来、西野はよく話しかけてくれるようになった。西野から誘ってくるなんて、やっぱり打ちどころが悪かったんじゃ。奥田先生、今日一緒に帰りませんか？あの先輩の奥さん見に行ってもいいですか？いいけど、お前もバカにしてるな。いいよと言ったものの、家に入れるとか大丈夫なのか。でも猫を見に来ただけだもんな。あ、どうぞ。いや、家に女の人が来るとか久しぶりすぎてなんか緊張しちゃうな。お邪魔します。飲み物取ってくるからちょっと待ってて。平常心。君本当に可愛いね。先輩と一緒に暮らせるなんて羨ましいな。あなたのご主人素敵な人だね。え、今なんて、聞き間違いじゃないよな。先輩、お手伝いしましょうか？大丈夫。それからしばらく、俺と西野は猫と遊びながら大学の陸上部の話や学校の生徒の話をしていた。あの、大学時代に先輩の家にお邪魔したの覚えてますか？大学時代って。私、あの時のことずっと後悔してたんです。大好きだったのに自分から別れを告げてしまったから。あの時のことってキスか？キスしたことを後悔してるのか？なんてことをしたんだ昔の俺。今日はもう帰ります。お邪魔しました。明日リレー頑張りましょうね。おう。そして体育祭当日、いよいよ学年対抗教師本気リレーが始まった。俺と西野が所属する3年生教師チームは最下位で西野にバトンが渡った。おっと、3年生教師チーム、西野先生の俊足で一気に追い上げる。西野、あとは俺に任せろ。先輩、今でも大好きです。この気持ち受け取ってください。え、なんと、まさかのバトンの受け渡しミスだ。やっべ。先輩頑張れ。しゃあ。西野、さっきの言葉って。さっきは突然ごめんなさい。いや、あの、てっきり俺嫌われてるのかと思ってたから。その、驚いてる。嫌いだなんて。大学時代も急に振られちゃったし。え、先輩、付き合ってたことを覚えてくれてたの？あの時は先輩のことが好きすぎて耐えられなくて。何その理由、可愛すぎるだろ。バトンは落としちゃったけど、西野の気持ちはしっかり受け取ったよ。先輩、これからは彼女としてよろしく。はい。おいおい、奥田が色気づいてるぞ。ここ学校ですけど大丈夫ですか？お前ら早く帰れ。相変わらず生徒たちにいじられる俺だけど、猫と張り合うほど可愛い彼女ができた。最後までご視聴いただきありがとうございます。胸キュン漫画7クマでは、思わずキュンとするような恋愛漫画を毎日公開中。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。